さあ始まりました、東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル、よろしくお願いいたします。ということで本日はポケットモンスター SV の新ポケモンの絵だけを見て名前を当てれるか、よいしょっていうのもね、はい、ついさっきですね、新御三家の名前予想をして、外れたんです、全部。はい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 。でも、武尊がもう不満たらたら。そう、その予想した時に、絵を見てないから、絵を見てないと、それは名前は当てられないよねって話なんですよ。だし、なんか、俺の名前の方が、いい。普通に。それを言うんですよ。なので、ちょっと今回は、絵を見させていただこうと、はい、で絵を見させていただいてその名前を予想しようじゃないかと。わかりました。もう出てるポケモンがいますから、はい、それをちょっとやりたいなと。だったら当てれるんだよな。当てれる余裕。じゃあ行こうぜ。まず第1問目。え、あ、こんな可愛いんだ。こいつが多分進化するんだよ多分な。あ、でもあの目の下って目やにじゃないのあれ。まあそんなこと言うなよポケモンに対して。めっちゃシンプルで言ってみるね。俺2つ出てんだけど、めっちゃシンプルな方角ね。じゃあ俺からいくね。トンブ。うわお前やばいな、お前センスあるな。めっちゃシンプルにね。あ、トンブあるよ。かもう一個出してもいい、うん、見た目のフォルムとか、全部総合して、ボムトン。お前さ、ちょっと爆弾チックな形状だから、ボムと豚でボムトン、なんかありそうだなって。マジで全日本ペット協会行け。なんで名前つけれない子羊たちにお前が全部つけてやれ。まだ名前のない、お前がつけた子に。どういうことだよ。知らねえ協会の知らねえとこで俺が名前つけることになるからよくわかんないんだよそれ。トンブとかはめちゃくちゃありそうだと思う、はい、俺はね、ハブタです。ハブタ、はい、こう目やにみたいな部分が葉っぱなんですよ。草タイプってこと。草豚なんですよ。うんうん、ハブターですね。いや、豚とは言わないと思うよ。正解はグルトンです。グルトン、グルトン、グルトン、グルはどこ。でもさ、俺のこのトンの考え方めちゃくちゃ近くない。お前すごいんだよ。語呂で考えたら豚とかブーとかよりもトンの方が聞こえがいいのよ絶対的に。はい、2問目。マジで言ってんのか。これはきついな。俺これ結構自信あるよ。これちょっと自信ないな、ボタンに見えたのよ。はいはいはい。ボータンありそうじゃない。あ、でもちょっとありそう。ボータンいいんじゃない。俺逆に目のところ花に見えた。花、花、はあはあはあ、花あり。花ありはないでしょ。ちょっとこれはね、ちょっとね、ちょっと動物に近すぎた感じが、正解は、はい、豆バッタです。豆バッタ。バッタじゃないって。バッタなら緑であった方がいいよ。豆？本当はめっちゃちっちゃいのかもしれないですね。あー、なるほどね。そういうことか。豆バッタが大豆カマキリみたいになるのかよね。なんかねえ。いや、大豆カマキリ。進化系がね。進化、イソフラボンカメムシとかなんのかね。大さんも。これはもう完全にあのね、犬のね、あいつですよね。俺はもう犬大好きだから、あの犬種にどうかけていくかなんですよ。あー、俺も犬種が出てきたよ、じゃあ。俺完全によかったよ。俺マジでめっちゃよかったよ。ちょっと俺の方が自信ないから、俺言っていい、さっき。うん。バウドッグ。あー、バウドッグ。もう犬種がわかんないけど、ブルドッグかなと思って。ブルドッグですよ、完全に。あ、ブルドッグで、うん、まあ、鳴き声。で、バウドッグ。違うんですよ。顔が明らかにヤンキーですよ。うん。で、完全に、もう、見てください。もう TTO の鬼塚ですよ。前髪が。だからワルドッグですよ、完全に。正解は、オラチフ。オラチフ、オラチフ、オラチフ。ブルドッグじゃないよ。モンゴルの方にチベタンマスティフっていう犬がいるんだよ。超でかい。そいつだよ。モンゴルにいる。でも、ワルの系統合ってたよね。オラチクっていう。オラチフか。いいですね。待ってくれよ。これもう一個あった。ガーマルチョバフ。っていうのがガーマルチョバフ、そのガーマルチョバフっていうのがあったんだけど、それはちょっとさすがにないかな。さすがにねえよ。固有名詞すぎて。さすがにねえよ。第4問。待ってくれよ。これさ、あいつっぽくない？マルマイン。マルマインとあのなんてキャタピーの掛け合わせみたいな。これを
何と捉えるかってことだよね、ま、マルピーの G スポットだよ。お前マルピーの G スポットみたいに言うなよ。ニアミス賞ちょうだいこれには。まあ、そのやつに輪っかがついてるみたいなニュアンス、ヒルは、あ、そのヒルで輪っかがついてるヒルは、はい、指輪うっけつ絶対違うだろ。そんな、まずそのひらがながないんだから。正解はミミズ。ミミズか。あ、ミミズが頭の中に出てきてなかったな。最後も、はい、かわいらしい名前な気がする。かわいらしい見た目だから、マルモリン。すごい、めっちゃ合ってる。なんかもう本当に見た目ポアシャン。ああ、でもでもでも分かる分かる、可愛らしい感じね、うん、パモ。パモ、パモ。ああ、でも正午ちょっと近いね。え、パモ。スザンヌと佐藤田舞と木下ゆきなのグループ。なんだっけ、パモか、それ。パモだ、それ。パモか、それは。もう分かんないそれは。当ててほしい。はい、でも、いや、もうこれ完全に完全にあいつだよね。ごめん、俺これマジでむちゃくちゃいい語呂で出たよ。土アナゴ、チンアナゴみたいな。うん、岩アナゴ。いや、チンアナゴ。いや、え、シロディグダなわけだよね。海ディグダです。うわ、やばやば。いや、これはないわ。これはやばいわ。ここが海なんだよ。ここからふざけてるなってやつを4体ぐらい選んでいったんで。だから俺らもちょっとリミッター外していいってこと、はい、ふざけてるなぐらいで。これはすごいな。マジで、いや、マジでわかんない。いや、本当にふざけようもない。だって意味わかんないもん、やりたいことの。はい、しちゃかめちゃか。もう何がどうだかわかんない。しちゃかめちゃかでしょ、こいつ。金銀銅、その上のさ、あの1位、2位、3位が乗るやつみたいなやつになってるから。表彰台ってつけて。じゃあ表彰台じゃ、はい、ストレートセリフからもう金銀銅。正解は、はい、巨人オン。マジって言ってんの。巨人オンって何。なるほど、 なるほどね。もうそこ、あの、もうそのリミッター OK ね。第8問、これはだって、え、俺マジで分かったよ。マンモス。まんまだよ、俺。当たった、完全に。分かった、完全に。え、マンモスン。悪マンモス、悪魔だから。偉大な牙。やばい。やば。え、嘘でしょ。バッグの中に入ってるやつ。え、ポケモンじゃなくて。その入れてるタイプの方じゃん。元気のかけらみたいな。元気のかけらみたいな。その、バッグの中に入ってる方が。え、偉大な牙だけど、え、それをさ、言うんじゃないの。これはちょっとやばいって。デカキバーンとか。絶対にマンモス系でつけた方がいい。悪マンモスとかいいんじゃないの。え、マジで偉大な牙っていうな。第9問。第9問。え、これさ、多分さ、白でさ、間違えてるって。いないって。もうふざけるよ。ニュアンスあってたらさ、これね、文字数絶対違うから。うん、これも。チャンプロード最後のページ。たける。はい。青年誌の後ろ音です。そうだから一緒だよね。その考え方としては一緒。いや、そう、チャンプロード最後のページ、最後のページの、あの、あいつだよな。そう、なんか広告みたいな。ナレキン合ってんじゃない。コネクレ。マジか。すごいね、いかちいな。ちょっとこれマジ。最終問題、はい。これはさ、名前とリンクしてる、してない。多分してない。してない。コネクレの進化後でした。たまたまですけど、コネクレの進化後でした。ってことは、あれ、彼だよ。コネクレの進化後でしょ。これやる。これやるっていう。あ、もう、金持ちになった。金持ちになって、進化し、金持ちになって、あの手の感じも、これやるって。これ、本当だ。これ、コインドグ。まあまあまあ、見た目的にね。そう、これ、うん、これコインあって入ってんじゃないかな、コイン。サーフゴー。もう全然違うって。ヤシのヤシの木ってこと、サーフってこと。こいつ俺ゲットするわ。これはわかんないわ。ポケモンが楽しみになりました。ここまで来てくれたらもう嬉しい。ポケモンが第2章に入ってるね。うん、嬉しいわ。いや、すごいね。マンネリ化良くないじゃん、やっぱり、うん、ここまでやってくれたらもう感謝ですね。ちょっとこれはやりましょう。今日発売日なんで、うん、もうお互い家帰ってダウンロードたけるして、はい、やりましょう。はい、ということで皆さんは何問当てれたでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。